ほー。あ、こんにちはって来てた。こんにちは。おつ。やっほー。やっほー。今からメイクだよ。見て、肌荒れちょっと良くなってきた。もう分かんないか、分かんないか、みんな私のメイクしてる時ちょっと良くなってきたんですよ。皆さんのアドバイスもおかげで。こんにちは、ケイト、ありがとう、ケイト。そう、やっほー、みんな今何中、仕事中、いい感じ。とうとうありがとう。ビタミン B1 って何に入ってるんだ、ちょっとで調べてみるわ。まさっぴさん、ありがとう。タワーのやつ思い出した。メイクして、メイク終わったら書こう。で、755にも載せます。今日はそう、これはアクチュー、久しぶりに化粧水と乳液塗る。最近ね、肌なんか荒れてから、なんかなんとなくなんだけど、なんかワセリンだけでいいみたいな人を見てから、ワセリンしか塗ってなくて、スキンケアでそう、あー、サプリで撮ってんのか、なるほどね。音符ありがとう。なるほどね。髪の毛ボッサボサ、私ワセリンしか塗ってないんだ。だから久しぶりに化粧水と乳液に。ベタベタそんなたくさん塗らないから、すごくはしないよ。まあ、ある程度はするけど、乳液もベタベタするしね。ほら、あんま変わんないよ。なんか、あ、ニットか、すごい、なんだこれって思って。S のんぴょさん、ありがとう。あとマーク UFUF。 あー、ヒルドイドね、あるよね、ピンクの。おでこニキビ、コラニキビでももう小さくなってるやつだから治りかけだよ今んとこ。ね、これがね、一番最初の方、肌荒れが始まった最初の方のニキビ。これが2個目に最初でかくなったニキビで、これも3個目くらいのニキビなんだけど、今のところ次のデカニキビはできてない。ちょっともうめんどくさいのである程度取っちゃう。そう、今ね、メイクする上での下地、下地を買ってなくて、そう、最近は日焼け止め塗って、なんかファンデーションもどっか行っちゃったからなんかファンデーションの代わりになるよみたいなやつを塗ってます。まあ言って仕事じゃなかったらマスク外さないからあんま分かんないしね。ありがとう、ありがとう。チラッ、こんにちは、かわいいね、ありがとうね。 YouTube の歌よかった、嬉しい。嬉しいわ。今日寒いかな、暑いかな。
回さすごく寒くなったけどさ、またちょっとあったかく秋っぽくなってきたね。今度こそ。こんにちは、おはようございます。おはよう、こんにちは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 。この日焼け止め塗るとね、いつもムラになっちゃって、あ、アホ毛がひどい。なんか昨日こう久しぶりに、客観的ではないんだけど、結局なんか洗面台とかの鏡しか見てなかったから、なんか久しぶりにこう服屋さんの鏡を見た時の自分がひどすぎて衝撃を受けた。わ、こんな感じなんだ今の自分と思って、これはダメだわって思った。髪の毛とかパサパサなんですよね。私なんか頑張ってはいるんですけど、鼻がアホ毛がひどくて、でも美容室行かないとなと思いました。髪の毛切らなくてもね、なんか染めてもないし切る予定もないからさ、この今の直近ないから行かなくて、とか伸ばしたいから美容室行くとさ、ちょっと切られちゃうじゃないですか。整いますねくらいだけど、だから行かないかったんだけど、行かないといけないなって思った。これは日焼け止め。そう、こんにちは、こんにちは、初見です、ありがとう、こんにちは。そう、これ日焼け止めです。ワクチンの副反応、明日のお話まで引いてくれといいな。本当だね、ワクチン、確かにワクチンの副反応人によるって言うけど、ひどい人はひどいしね。確かに私まだワクチン打ってないから、ちょっと経験はないけどすぐドライヤーしてるんですよ私の髪の毛ね。すぐドライヤーしてるんだけど、なんか美容師さんとかにドライヤーすぐしてますかって聞かれるんですよね。多分髪質、元の髪質があんまり恵まれてないんだと思います恵まれてないなと思う。ハートありがとう、キティちゃん、ハートありがとうチームヨーちゃんさん。そう、明日お話し会だよ。え、聞かれるよね。私ここら辺のこういう毛がね、わかる、このねアホ毛あるじゃないですか。これほんと昔からあって、昔から中学生急に増えて、なんか髪質がそこからなんかあんまり綺麗じゃなくなっちゃってさ、でなんか頑張ってるんだけどさ、ハッツってドライヤーしてるとかさなんかタオルドライで終わらせてそうってたまに言われるんですけど、ちゃんと乾かしてるんですけどね。そうだから髪質が悪いのかなと思って、だってなんかこう髪の毛綺麗な人とかのね、こうもう別にそんな変わらないと思うんですけど、だからちょっと美容室のなんかトリートメントとか効果あるのかあんま分かんないけど、行った方がいいのかなと思って、ちょっとお金がないけどね。ありがかわいい、ありがとう、チームヨーちゃんさん、ありがけいとう、ありがとう、こんにちは。ゆいりさん使ってるヘアパックってなんだ、あの家でできるトリートメントみたいなやつはしてるんだけど、ダメね。その時はいいんだけどね、一瞬変わる、髪質改善すると。一瞬、一週間後には戻ってる。これが嫌なんですよね、このチリチリが。あ、ついちゃった。私の髪質あんまり良くないんですよ。なんかトゥルントゥルンの子とかいるじゃん。で普通なんか何してるか聞いても、特に何もしてないよみたいな、生まれつきみたいな。羨ましいね、生まれつき、生まれつき嬉しい、羨ましい。あ、プレゼントし合う企画でのヘアバッグなの。あ、フィーノでしょ、
フィーノね、あれハスク使ってますね。フィーノだよね、多分確かあれ。フィーノは使ってます。フィーノのオイルも使ってる。あの赤いやつでしょ。ちょうど昨日も塗りました。ヘアパック。でもこれですよ。本当にね、ダメですね。こんにちは、こんにちは。今塗ってるクリームはまあファンデーションじゃないんだけど、ファンデーションの代わりみたいな。すぐ元通り？やっぱそうだよね。美容室ってさ、なんかさ、行った日めっちゃさ、綺麗でルンルンだけどさ、なんか3日後くらいになったら、あれ？戻っちゃった？みたいな。なっちゃう。でもこういうなんか、積み重ねが大事なのかな、積み重ねが。わかりますよね、僕には。我にはわかりますね。ヘマスターだ、ありがとう。私も便乗してメイクするしちゃおうぜ。エンジンかけました。ドンドンドン。こんにちは、こんにちは。パック、パック。そうだよね。美容師なんかわからないんだよね。本当に。ね、シャンプーしすぎると多分変わらないと思うよ、みんなと。そんななんか毎日朝夜お風呂入ってるわけでもないし、シャンプーもすんごいやってるわけでもないから変わらないと思うけどね。まあアイロンしてない寝癖もあるけど、あと癖毛もあるんですよ私。ファンデーションは基本しないの、今ね、なくて手元に、だからしてないっていうのもあるけど、あんまりお仕事の時以外はしないかもしれない。ミルボンとか使ってますか？わかんない、使ってないですよ。なんだろう、ミルボン調べてみよう。ミルボン、プリートメント、あー見たことある気がする。使ってない、いいのかな。お、なんて書いてあるんだろう。ハロー、わかんない、これ本当に外国の方ですか？Are you Japanese? Yeah, yeah, I am Japanese. あ、なんて書いてる、なんて書いてる？はるちゃん、はつかです、はつかです。はつかちゃんです。美人、ありがとう。今世紀最大のアホ毛が到来してる。いや、私も今世紀最大ってほどではなくても、ほら見て、ほら、ひどいですね。イエーイ、お昼食べたの？さっき朝食べました。さっき朝食べた。トリートメントは今はフィーノ使ってる。ミルボンいいの？買っちゃおうかな。あ、あとなんか美容室のシャンプーにした方がいいのかな、やっぱりって思ってる。かっこいい、ありがとう。ザンギ定食食べる、いいな。おー、いっぱいハートありがとう、たくまさん、ありがとう。この後の予定はレッスンではないですよ。ちょっとクマが良くなった。今日髪型ね、でも結構かっこいい感じにしたいなって思ってます。この服さ、可愛いかな、大丈夫かな。ちょっと久しぶりに自分で服買ったんだけど、あ、なんか自分に合ってんのかなって。こんにちは、こんにちは。じゃあ何ですか今日はね。メールで教えてあげる。おメールで、おメールで教えてあげるわ。今日はデートだよ。うん、誰とかな。すごい悪い子。誰とかみんな考えてみてください。メールで教えてあげるわ。おデートしてくるわ、メールで。まあでも当たりそうな気もするけど、
あ、でも。来たよ、初。今日も可愛い。ありがとう。センター分けの前髪希望？頑張ってみる。明日って私あれだよね、いけるかな、なんいけるかな、頑張ってみる。南部にいるんだ。あ、それなんかツインテール見たいって言ってた方もいたな。こんにちは。ミスサーが配信始めた。何？でもミスサーではないです。次に押すか。こんにちは。相変わらず柄物好きなの。可愛いけど、そうだね、柄物が好きです。柄物が好き、うん、柄物好きですよ。まあ、なんかあんな私なんかこうユニクロとかのシンプルなやつをなんか着こなせない、うん、あんまりなんか選んでたら柄物になっちゃうね。そう、なんかさ、それかトレーナーとか着ちゃう。こんにちは。あ、デート星になるんだ。へえ。はじめまして、初見です。Thank you、うたらです。一部に行くって。一部か。一部ね、一部かどっちかな、どうやってるかな。でも最近ほんと前髪伸びちゃったから、あ、やばい、ついちゃった、ついちゃった。でもね、映画の撮影があるからまた切られます。そう、映画の撮影ってさ、前と後ろで髪の毛一緒じゃないといけないから、多分切られちゃうと思う。あららら、飛んできました。こんにちは。こんにちは。飛んできてくれてありがとう。はい。ちょっとニキビ跡が隠れました。残ったコンシーラーで適当に眉毛を整える。そう、まだ終わってないんですよね。次がラストですけど、次が結構ハードなスケジュール、すごく心配だよ。撮影心配。しか勝たんを言ったね、言ったね。なんか20日しか勝たん、勝たんってどこから派生なんですかね。どこから出てきた言葉なんですかね。不意に2年前は勝たんなんて言ってなかったよね。今日だから出かけるな、秘密中。まあでも
みんなが想像しているような場所でございますわ。トゥトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥ。お疲れ様、頑張ってください。絵文字いっぱい、グー、キラキラ、ハート、グラバー、キラキラ、炎、ハー、ハート。明日第一部で参加します。一人になれそうな場所探し中。ありがとう。第一部って始まるの早いよね。ってことは明日私は逆に仕事が早く終わるってことか。肩こり。8月上映です。こんにちは、こんにちは。そう、人話しか早いね。早いね。お話し会。もうお話し会だよ。まだ1月の16だっけのお話し会の申し込みが今日の1時までだったっけ。もう終わったっけ。ペタ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 油分を取って。Thank you, she say. ちょっと持ってきます。いってらっしゃい。ナンパされそう。されません。私全然されないですよ。ナンパはされません。早いよね。私眠そうだからどうしよう。早く寝ないと。遊びに来たよ、ありがとう。ねえ、1月でもね、すぐ抜けそうな気もする。なんか最近早すぎて、時の流れが早すぎて。これはアイシャドウ下地を溶かしてます。こんにちは、かわいい、ありがとう。遊びに来たよ、ありがとう。申し込みは木曜までだよ。あ、本当？木曜まで？まだまだ。ワンショットをおすすめしよう。ワンショット当たったらいいことあるかもよ。YouTube とか感想とか待ってるよ。アイメイクやってからパウダー忘れたの気づいた？間に合う、まだ全然間に合う。私もパウダーの順番適当。見つけたらナンパしますね。わかりました、待ってます。無視するかもしれませんよ、ナンパだったら。ハツクさんですか？だったらそうですよって言うけど、ねえ、お姉ちゃん何してるのって言われたら無視しちゃうかもしれないから気をつけて。こんにちは、こんにちは、こんにちは。ありがとう、ハート3つ。え、そう、この前3人しか当たんなかったんだけど。つらかった。なんかさ、わざわざこうね、やばい、書かなきゃと思って。事前に書かないと時間ないなと思って、10個書いてさ、待ってたら、誰も当たってなくてさ、結局さ、7個も余っちゃった。つらかった。あ、そういうことあるんだね、と思って。そういうことあるんだ、と思って。ああ。どんなに人数少なくても、10人以上いても10人全員じゃあ10個分の枠があるかって言われたらそうじゃなくて、あの当選確率はどんなに人数多くても少なくても変わんないんだなと思ってね。だから本当にその10人分が当たる確率、その人数がいないと当たらないんだね。でもしょうがない、しょうがない。
多分計算したら多分つくと思うよ。そうか、間違った。久しぶりに来たよ。ほんとだ。やっほー。明日全部外れだった？マジ？何？他の方でも外れたって言って。なんかさ、まあさ、多分機械がやってるんだろうけどさ、10人、なんか、せっかくなら当てた方がね、当たった方がね、嬉しいけどね。なんか余らせるくらいなら。よいしょ。次は眉毛ですね。意外に眉毛は描かないとなんですけどね。そうそう、16日サイン2個もある。まだハロウィンだよ。ふう、あと1週間くらいはハロウィンだよ。ねえ、当ててくれ、当てればね。遊びに来たよ。ありがとう。私も外れた？そうだ、たくさん話は確かにできる、できる。お話ししましょう。私、オンライン話し会、本当にね、未だにね、話してて気づいたら、あれ？切れたってなることがある。めっちゃ話の途中で。ちょっと下手くそですわ。下手くそですわ。なん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 。なんかさ、そのさ、なんか人、その応募した人数によって必ず10人が当たるように当選確率調節するとかできないのかな。そんなめんどくさいことはできないよね。できないよね。そんなことはできないよね。眉毛です。私の眉毛はこれです。なんか人間って面白いよね。こんなとこに毛が生えてるなんて。どうしてさ、神様はここに毛を生やそうと思ったんだろうね。こう目にゴミを入れないためか。抽選やった、抽選やったことないからな。ででんでんででん。まあ前髪が長いわ。得点当たったら秒数増える。確かに、まあ、ちょっと増えるか。なんか得点してる時間長く感じるよね。当たった方が嬉しいよね。可愛いから。産毛。まつ毛研究学だよ。ほわわわ。ほわわわ。試験です。ありがとう。あ、でも、いいかな？やっぱ。なんか体のあれなんかな、守ってるのかな。でん、眉毛下手くそ。眉毛下手くそ。いや、私そんな眉毛すごいか。そんな私眉毛印象強い。下手くそなんだな多分。私眉毛濃いからね。こんにちは、初見です。ありがとうです。うたらです。小学1年、小学生の時によくしてるか、ような髪型、小学生がしてる髪型。ありがとう、褒めてくれて。私の眉毛も、眉毛も喜んでます。
やらないとボサボサ、やっぱピン感が出ちゃうよね。私はお手入れ大変ですよね、本当に。あわわわ、あくびが出るやつね。この時間がだってあんまり男性のメイクする方は文句ないからさ。男性はでも私はメイクして自分のまあもっと自分を可愛く見せることができることはすごく嬉しいし楽しいから、こうやってまあ今は男性でも全然メイクしてる方いっぱいいらっしゃるし、だけどやっぱ女性ってさ、そう男性よりこうメイク始め意識したりするの早いじゃないですか。メイク始めようとか思うの早いから、こう自分も女の子だったからメイクに多分、まあ私は AKB 入ったからってのもあるんだけど、こう興味持ったのが早かったから、こうやってメイクをこの19歳という年齢でもメイクを楽しめていること、すごく嬉しい。ただめんどくさい時はたまに結構あるよね。メイクしてる時間は楽しいんだけど、こう不意にあやばあの時間の時にこれやればよかったやれたよなとか思うことはあるけど、まあ、でもメイクをすること自体は楽しいかな。私のピューラーどこ行きました？お花ありがとう。妹ちゃんもメイクできますよ。妹ちゃんできないです。 AKB 入ってからメイク変わりましたか？私はねメイクを AKB 入るまでしてなかったんですよ。だから変わったっていうかメイクができるようになりました。 AKB 入るまではメイク道具1個も買ってなかった。まだ中学1年生から2年生に上がってすぐだったから。こんにちは、こんにちは。私もヘアヘアヘアアレンジ好き。あ、ヘアアレンジは得意じゃないな。ヘアアレンジよりは顔の方が好き、メイク。そうそう、全然家族との予定だったらティッシュで伸ばす人、ちょっと綿棒が近くない。 すっぴんで出ちゃう。メイクしていこうと思ったけど、まあいいや、すっぴんで。化粧は誰に習うの？化粧はね、基本的にほぼ独学ですけど、なんかその都度その都度メイクさんが分かんないとこ教えてくれたりとかはします。あと一番最初にこういう化粧水っていうのはこういう役割があって、最初に化粧水を塗ります、でその後乳液を塗りますみたいな感じで、一番最初に1回だけそういうのを教えてもらいました。でファンデーションはこんな感じで塗るみたいな、で髪をもらってっていう時間はありました。今日はちょっとリップ赤にしてみた。いつもオレンジだけど、今日髪型何にしよっかな。また前髪分ける？似合ってんのかな私。遊びに来た、お話し会の抽選も押しかけてきた。うれっちうれっち。ちょっと待って、ビューラーがないと私のメイクは完成しないのだござる。ビューラーちゃん、あーまた部分用ビューラーしかないな。なんで？ちょっと待って、ビューラーを探してくるよ。あれね、最近肩こりひどいですね。うや、ひげ剃るだけでもめんどくさい。まあそうだよね、男の男
あでも確かに女の子でよかったなと思うのはひげを剃らなくていいこと。ひげ剃りってさ、肌弱い方肌荒れするっていうじゃん。そう似合ってる？レッチー。私そうひげ剃るなくてもさ、私お兄ちゃんとかがいないから、弟とかがあんまりわからないんだけどさ、男性ってさ剃る、こうの剃らないといけない、なんか人によるらしいけど毎日剃らないといけない人とかいるんでしょ。あと1、2時で歯濃くなったりとかするんでしょ。びっくりした、そんなことあるんだと思って、そうびっくりしました。AKB、 まあメイクのレッスン、そう軽くあるよ、なんかそういう基本的なことを教えていただく時間が一瞬一回だけありました。でも基本はあとそれからなんかどういうメイクをするかとか、自分にはどういうメイクが似合うかとかはもう全部自分でやります。あんまお父さんね、私見てないんですよね、お父さんの様子。お父さん結構仕事で忙しいから、そうあんまり日常生活で、そうひげ剃ってんの最後に見たのいつだろうレベルだもん。あのひげを伸ばしてるってわけじゃなくて、ひげを剃ってる様子を私が見ることがないから分かんなくて、そうみんなマスクしてるからメイクなくっていくね。たらなんかこうせっかくリップとか塗ったのにマスクで隠れちゃうの。肩こり、ひつまぶし好きですよ。似合ってる？嬉しい。自分の顔のコンプレックスか。私結構顔コンプレックスいっぱい人間なんだけど、あなんか昔はあんまり全て好きじゃなかったんだけど、なんか最近はまあいいんじゃねって思うようになってきて、唯一なんかバランスとか見たらそれは言いたいこといっぱいあるけど、どれか選べって言われたら笑顔が好きじゃないですね。こう笑った時にこうキュッキュッって できる人がすごい好きで、だるまたハートありがとうありがとう。大変だね皆さんも、男性の皆さんも。まあね、細かいこと言ったらいっぱいあるけどね、もうそれはもう言ったところでどうしようもない。今私あれですかね、コンプレックスを聞かれたから答えただけですからね。モリ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 、この口角こうやってこうやってここを上げるのは AKB 入ってから意識するようになりました。なんか不意に意識するようにしてちょっと上げるようになりました。ここの口角がこうやってキュッて上げるのは、なんか今まで本当に全然上げようとかやってなかったんだけど、そう自分の唇がまず分厚いんですよ。そう分厚くて、そうそれもそう入った時すごく嫌で、そう一緒に入った寺田美咲ちゃんがめちゃくちゃ唇薄くて、で顔が整ってたからすごい一緒に仕事とかする機会多かったから、同期でその寺田ちゃん美咲を見てはかわいい子ってこんな唇薄くてみたいな思ってたから、唇もコンプレックスだったし、そうだからどうやったら薄く見れるかなっていう面と、あとは私のその笑顔の線が私もあんまないんですよね。こうやってで本当に笑った時に2本こうできちゃうから、なんかそれを少しでもごまかせる方法はないかって考えた時に、ちょっとこうやってキュッて上げると唇もこうやってやるよりは
こうやって出た方がちょっと薄く見えるじゃないですか。だからこうやって上げたらいいんだなと思って、ちょっとこうやって上げるようにしたっていう私の練習でした結果でした。そうなんですっていう感じでね、みんなもやってみてね。なんかさ、メイクって本当やり始めたらいくらでもできちゃうよね。今日は下まつげも塗ろうかな。先髪の毛やってもいいけど、髪の毛ね、何にしようかね。今日の朝ごはんの紹介、今日はブロッコリー、卵、レバーを食べました。レバーは作り置きしてたやつです。美味しかった。ブロッコリーめっちゃ美味しかった。あ、ダメだ、なんか何かに取り憑かれてる気がする急な肩こりがひどい。これはや、はあ、肩こりがめちゃめちゃひどい。なんで？肌汚っ。ちょっとメイクのここが雑。でしょ、健康要素しかないでしょ。きゅうり大好きだよ。マッサージか、行きたいけど、マッサージさ、こうたまに通るときとかに値段見るけどさ、お店あったら高くない？だって6000円とかするじゃん。なんかすごい、なんか重いんだけど肩が、もう四十肩並みに重いんだけど、まだ19なのに19肩だ。あんだけ結んでくれ、頑張って。こんにちは。菓子パンと缶コーヒー、ダメだよ。菓子パンダメだよ、コーヒーはいいけど。でもわかる、菓子パン美味しいよね。菓子パンめっちゃ美味しいよね。長生きしてくれ。キュッキュッ、ちょっと下まつげ触ってると喋れない。マッサージ機か、マッサージ機効果なさあるんかな。なんかその時気持ちいいけど、なんか基本的な根本的なとこを解決したいよね。ストレッチちゃんとするとかかな。こうやって、あ、今何も見えないね、画面の下でやってたから。あとこう、あとカス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 がカスカスカス、あと首。なんか私一回外資かな、外資かな、エイトの日か分かんないけど、愛知でコンサートがあった時に、なんか疲れすぎて首が猛烈に痛くなって、多分毎日踊ったから、トレーナーさんにね、ちょっとこう肩をこう、こう首をこう、これこれこれ、ここ肩をこう押さえて、首をねこうやってっていうのをやったら、めっちゃ楽になりました。
気持ちいいわ。気持ちいい、気持ちいい気持ちいい。やってみて。ハッツでマッサージしてほしい。私肩凝ってるねん、肩凝ってるねん、私肩凝ってるねん今。集中しちゃう。電気針引く？マジですか？握手会終わってから、あ、昔はね、今はないですよ。でも昔も言って私はしてもらったことないですね。やっぱりちょっと、まあ入ったばっかだと頼みづらいかな。なんかどっかが痛いとかだったら頼めるんだけど、ちょっと疲れてからマッサージしてもらえませんかとか自分が言いにくくて、それはないかな。だから基本なんかほんとどっか腰が痛くなっちゃったとか足が痛くなっちゃったって時にしてもらう、うっみたいな感じです。今はコンサートの時たまにいらっしゃるけど、最近はあんまりないですね。山梨公園よかったね。山梨ね、懐かしいね。どうだ、はどうだ、あんま綺麗に弾けない。こんにちは。そう、ゆいゆいとトイプートイプー踊りましたね。これはマスカラです。首につけるの忘れてた。嘘、忘れてたっけ、覚えてないな。ただマスカラでまつげ上げたらこんなにまつげ上がっちゃった。なんか印象全然違うね。ねえ、すごいね。ハッツの公演見たい、楽しみにしてて。
そう、なんかさ今マスクあるから油断してさ目のメイクとかだけしてったらさ、ちょっと今日ご飯食べようよみたいなさ言われてさ、あでマスク外す時のひどい顔ね。うわカレーのナン食べたいな。カレーのナン食べたい。1ヶ月に1回くらいだったら食べていいよね。サイン会当たった？ニックネーム何にしようかな。ハツカちゃんしか勝たんに人いきなよダメか。私この世で一番美味しいものはね、お好み焼きかカレーのナンだと思ってる。でチョコミントと焼き芋は2番2、3、いやどっちも好きなんだけどな、迷うけど、ただ最近チョコミント食べれてなくて、そうアイスあんま買わなくなったから、あんまそのチョコミントって結構アイス多いじゃないですか、だからあんま食べれてないんだよね。そう、え、いいな、固めるやつ買わないと。私も魔法ゲ、私も仕留めたい。そうなのよ。こんにちは、あ、ありがとう、ありがとう。牛タン弁当いいな、牛タン弁当いいな。あつかも食べたいな牛タン弁当。私が最近一番幸せな時間はね、ご飯食べてる時だからね。でも意外に自分ね、一人なんだろう、好きだなって思った。悲しいかもしれないけどね。オムライス、オムライス大好きだけどあんまり食べないね。たまにでもこう外でご飯食べてる時にオムライスがあるとめちゃめちゃ食べたくなっちゃう。オムライスだーって思う。オムライスだから好きよ、大好きよ。見て全然顔変わったね、下まつげになったら。あれ、肉にも変えなかった？シャポン。お好み焼きは混ぜ焼き、重ね焼き、家で作るときは混ぜる方ですね。よし、メイク完成いたしました。どうですか？あ、ちょっと暗いね、照明なかった。じゃあ髪の毛やっていくぞ。こっちに行くのも書いといて。最近睡眠薬一番強い。わかるよ、わかるけど、あ、まあいいや、照明いいや。アイロンしたいから。まつげ上げてる。最近なんかあんまりラメを塗らなくなった。マットなアイシャドウをするようになった。特に理由はないでござる。特に理由はないでござるけどね、なんとなくだけどね。チョコシラそう、まつげがトゥルー、セコーキャリー。と涙袋を大きく見せる。よいしょ。よいしょ。オッケー。動画編集はまだ終わってないぜ。
え、前髪めっちゃ伸びてるわ。やばい、切んないと。え、やばい。え、こんな伸びてたの私の前髪。え、私の、お猿さん、お猿さんだ。お猿さんが飛んできた。ありがとう、モンキー。ありがとう。私櫛どこやったっけ。長くない？めっちゃ。やばいね、こんなに長かったなんて。ほら見て、小顔ですね。ここが顔ですか。どうしよっかな、今日の髪型。今日の髪型どうしようかな。悩むな。ね、今日の髪型何がいいと思う？よいしょ。あ、ちょっとシャツが出てるわ。キュッキュッ。ズボンなんですけど。あ、社会のまだ、社会のまだ閉まってる。何がいいかな、髪型。鼻かゆ。まあ巻いた方がいいよね。前髪なし、あり、なし、どっちがいいですか。じゃあまずここから決めていこう。ここから決めていこうぜ。この後何かやるの。おデートに行ってくるよ。おデートに、おデートに行ってくるわよ。ちょっとさ、東京で決めた方がいいかな。あ、でも待ってよ。ありが多いですね。あ、はつかちゃんしか型になってる。これを、難しいね、くしないね。私くしすぐなくすんだよね。難しい、あんまママがかゆい。そう、ありぼりはべりいまそかり。いいいいいるいるいれいよ。えええるえるえれよえよ。ラリリルレレな。鼻かゆい。私イメージ的にスカートですか。私基本スカート履かないんですよね、実は。ズボンばっかです普段は。ラリリルレレ。いい国作ろう、鎌倉幕府。ワンピースは最近着ないね。ワンピース持ってない今。あ、持ってない、持ってではない。持ってるわ。持ってるけど最近ね、あんま着てないね。自分が一番好きなスタイルはズボンなんですよね。ただ自分の足が太いから、ちょっと全部のズボンを着こなせるわけではないから、ちょっと選ぶけどね、着るズボン。なんかピチピチのやつとかね、足がひどいことになっちゃうから
ショートカット見てみたい？What's time? いつなの？もう12時40分？やばい、時間がない。やばい、時間がないぞ、みんな。時間がなかった。ちょっと待ってくれ。よいしょ、ズボンにシャツを入れて。あれ、どこ行ったかな。思ったより時間がない。今アンパイのブラシがここにもないんですよ。ブラシもくしもない。そうだよ、今日は約束があるよ。おデートだからね。そう、誰とでしょう。髪の毛は結構大きめに巻きます。今日は大きめに約束、大きめに。そうよ、はい。大きめに巻くとかって全然大きめじゃないわ。大きめ。今日は毛先だけ巻く感じにしよう。明日光るいるの？マジ？早く来いよ。明日光るいる？レイちゃんの巻き巻きスタイル？レイちゃんのはもっと細かいよ。これは私が編み出した巻き巻きスタイルだよ。これは私のやり方です。大きに。意外に時間がなかったよ、意外に時間がなかったよ。焦るよね、こう意外、焦る。今度ストレートも頼んだ。移動？移動？やると思う？明日は一部からだよ。早いね。そう、明日はコスプレだよ。やばいやばい、アプリ出てきた。ありがとうだぜ、スギちゃんだぜ。ワイルドだろう、ワイルドだろう。最近なんか面白いことあったっけな。
髪は安全だね。安全だね。なんかはつかショートカットにしたらさ、思うけどさ、教えしますっていう人いそうだな。でもまあいいかな、しょうがないよね。ロングが好きな方はロングが好きだし。でも私はね、信じているよ。宇多田ハツコのファンは髪の毛が変わったから推し変するなんて方はいないと信じてる。でもそういう方がいてもしょうがないとは思う。そう、なんかメンバーとかに話聞いてたら、ショートカットにしてファン減ったかなみたいな言ってる人がいたから、マジ？マジ？って思ったけど、優しい、もっと好きになります。やっちゃっちね。明日は猫紹介するぜ。嬉しいぜ、ワイルドだろ。そうそう、アイドルなんてね、いっぱいいろいろからさ。生えた頃は短かったよ、髪の毛。でも生えた頃のショートカットは本当にひどかった。そうだよね、ショートカットが好きな方もいるから。ワイルドだろう。まあやっぱアイドルって結局ルックスなのかもね。てかルックスなんだろうね、やっぱりパッと最初に見るのはルックスだもんね。中を見て好きになりましたって方もきっといらっしゃると思うけど、パッと見てのはやっぱり可愛い、この子可愛いとかだよねとは思った。ハート3つありがとう。でもね、私はねショートにするよってこうやって先に言うことでみんながびっくりしないかなと思って、あのいい意味でね、みんなの覚悟、覚悟を。どっち向きでやったっけな今。外かな、違う違う。どれくらい切るかは秘密、想像しておいてもらいたいので、あんまり詳しく言いすぎちゃうとさ、ちょっと楽しみも残しときたい。そろそろお昼休憩終わる、私も多分そろそろ終わるから安心してくれ、もう終わるぞ私も。私も終わります。驚くとみんなびっくりして死んじゃうから、びっくりして死んじゃう、びっくり衝撃。
いしょ。イケメンボーイになりそう。やったぜ。まだまだ切りませんよ。まだって全然いつ切るかは決めてない。ダンスを期待してる。オッケー、ダンスしちゃうぜ。綺麗に負けたかしら。ちょっと弱いかしら。みんな今日昼ご飯なんか食べた？昼ご飯食べました？なんか食べた？食べた？何食べたの？私に教えて。わ、いいな、かぼちゃの煮込み。いいな。スパゲッチ。いいな。ちょっと待ってね。毎日部屋あるんすか。髪痛むと思うよ。もちろん。あれ、なんでヘアブラシが一個もないんだけど、どうして。お、51分49秒ありがとう。スパゲッチ、ステーキ弁当、安定のサラダチキン、偉いね。偉いよ。ハニーマスタードチキン、うまそう。食べた、病院食。お、いいね、健康ですね。病院食はわかんないけど、私まだ病院食食べたことないな。お大事にだよ。よいしょ。前髪が風潮と強い。ハニーマスタードチキンとか絶対うまいやん。絶対うまいやん。海海ラーメン、海海ラーメン。夜は配信しないと思う。今日こんだけしちゃったし。よし、ちょっと前髪はまだ決まってないけどね。コメント欄が飯テロだよね。あー、メイクこんなに時間かかっちゃったね。私メイク時間かかるのよ。一応ラメでも塗っとくか、ほんの少し。ピッピッと、ピッピッと。よし、みんな付き合ってくれてありがとう。ランキングやります。13位ビンゴ、47のドッキリ大成功、イエーイ3 ビンゴ3、ありがとうございます。12位ドヤリンチさん、ドヤリンチさん、ありがとうございます。11位チマさん、チマさん、ありがとうございます、ありがとうございます。10位フォークアットマーク、ただん初みたい、香港ブームさん、フォークさん、ありがとうございます。なんか今ありがとうと思ってきた。9位紫モンドさん、紫モンドさん、ありがとう。紫、これ違う、ありがとうございます。8位のりーさん、のりーさん、ありがとうございます。のりーさん、ありがとうございます。7位ふみてぃさん、ふみてぃさん、ありがとうございます。ふみてぃさん、ありがとうございます。6位ウィングキットちゃんさん、ウィングキットちゃんさん、ありがとうございます。ウィングキットちゃんさん、ありがとうございます。5位ひいらぎさん、ひいらぎさん、ありがとうございます。ひいらぎさん、ありがとうございます。4位おかっきーさん、おかっきーさん、ありがとうございます。おかっきーさん、ありがとうございます。変わった、大丈夫か。あ、ごめん。3位 S のアンペアとマーク US さん、 S のアンペアさん、ありがとうございます、ありがとうございます。2位チームようちゃんさん、チームようちゃんさん、ありがとうございます。チームようちゃんさん、ありがとうございます。で、1位はわさぴさん、わさぴさん、ありがとうございます、ありがとうございます。やばい、
タワー描くねって言ったのに時間ない。また次回、明日も配信します。じゃあ明日も多分握手会があるから、お話があるから、多分メイクしないといけないから、多分必然的にメイクはするので、ということは必然的に配信もするだろうということで、そこでタワーの名前書かせてください。昨日の誠に申し訳ない、誠昨日じゃない、もう一昨日、早すぎる、時の流れが早すぎるじゃないか、ごめんね本当に。覚えてるから大丈夫、安心してね。おかきさんとまさくまさんとわさぴさんとエスのアペアさんですよね。覚えてます、ありがとうございます。ということで夜は配信しないけど、明日は夜しますよ。明日は朝は知るため時間がないから夜するので、ぜひ見に来てください。じゃあまたね、お仕事とか頑張ってね、バイバーイ。